はい、次のゲームはニューゴーストバスターズ2ということで、こちらのゲーム解説の方がいらっしゃいます。解説のシャケケさんです。よろしくお願いします。あ、シャケケです。よろしくお願いします。はい、では、このゲームの概要の説明の方お願いいたします。あ、はい、最初に言っておきたいんですけれども、残念ながら自分はベースとなった映画については見てなくて、ウィキペディアの記事を軽く見た程度なんですよね。なので、本作のストーリーとかキャラクターの関連についてはほとんど触れないつもりなので、その点はちょっとご了承ください。はい、はい、じゃあちょっと概要について話していきますね。ニューゴーストバスターズ2ですね。日本国内では、1990年の12月26日、欧州では1992年に発売されたファミコンの作品ですね。タイトルの通り、1989年に公開された SF コメディ映画ゴーストバスターズ2をベースにゲーム化された作品です。本作の開発と販売元はハル研究所ですね。で、スタッフクレジットを確認する限りだと、テクニカルスーパーバイザーとして岩田悟さん、サウンドクリエイターとして石川純さんの名前を確認することができております。で、ちなみになんですけれども、このファミコン版よりちょっと前にですね、同じハルケン開発のゲームボーイ版が、国内と北米と欧州で販売されていて、で、そちらのゲームボーイ版のタイトルなんですけど、ゴーストバスターズ2ということで、匂いがつかないややこしいものになってるんですね。で、さらにめんどくさいのが、北米と英国で、開発元がハルケンではない、ゴーストバスターズ2っていうゲームが出てたりしていて、ちょっとその辺がぐちゃぐちゃになってるっていうのが現実です。非常にややこしいですね、はい、そうなんですよね。あとその国外のゴーストバスターズ2の方もちょっとアルティエンドを確認したんですけど、って感じで見たところでああって感じの感じでしたね。いやいやいや、今回、ね、走られるあのものはもうあの本当にハルケンの信頼できるような、もう作品っていう間違いなく 作品ですので、その点はもう心配しないで見ていただけたらなと思います。はい、はい。じゃあ、ゲームの内容について話していきますね。はい。本作なんですけど、全6ラウンドで構成される見下ろし視点のアクションゲームですね。各ラウンドでは、順番に部屋を回って、ゴーストを捕まえていき、最後に待ち構えるボスを捕まえればラウンドクリアになります。各部屋については、その部屋にいるゴーストを捕まえきると、画面にあの行き先を示す矢印が表示されるので、次の部屋に移動できるようになりますね。で、重要な話ですけど、プレイヤーは、2人のキャラクターを操作することになります。で、1人目なんですけど、プレイヤーが上下左右に移動させることのできる時期でして、A ボタンで、ビーム装置を使って正面にビームを撃つことができます。で、もう1人、2人目は、B ボタンを押すと正面に捕獲器を発射する相方ですね。で、この相方の移動が自動でして、通常は時期の後ろをついてくるように動きます。ゲーム始まりそうなんで、ちょっとビットボードのことを話しますね。ここのキャラクターの選択、5人から2人をビットボードで選ぶんですけど、まあ、キャラの性能差はないので、まあ、選ばれたものが、を使うってことになると思います。で、話戻します。で、ゴーストの使い回り方ですね。時期のビームをゴーストに当てて、スタンさせている状態で、相方の捕獲器を当てると捕まえることができます。で、相方の移動ルーティンとして、スタン状態のゴーストがいると、そのゴーストを捕まえられる位置まで自動的に移動してくれます。あと、ビームと捕獲器も、共に壁を貫通することができるので、壁を越えたゴーストの捕獲も可能です。ということで、グッドラックですね。はい、グッドラックですね。笑顔みたいな感じで、一人操作しているキャラで、ビーム出して、もう片方のキャラで、捕獲器出して捕まえるっていう流れになります。で、もうゲームの話入ってます。この部屋ちょっとですね、分裂する的な、片方捕まえると分裂するので、両方できるだけ同時に捕まえてますね。で、このゲームは、その場所を察知するタイプの残機性のゲームでして、時期が、ゴーストの本体とか、投擲物などに触れると即ミスになってしまいます。で、まあ、スタン状態のゴーストについては触れてもミスにならないんですけど、ビームを当てていないとすぐにスタン状態解除されてしまうので、注意が必要です。ちなみに相方に関しては、常に無敵状態なので、その辺については、心配しなくてもいいかなと思います。で、残機については、デフォルトの状態だと3個のスタートで、スパーエクステンドで、増えます。で、残機作るとゲームオーバーなんですけど、3回までコンティニュー可能ですね。ということで、カテゴリーのちょっと話しましょうかね。今回は、JP Any% ってカテゴリーなんですけど、
まあ、もう分かりやすいんですけども、国内で販売され、日本国内で販売されたファミコンのロムですね、を使って走るっていうものです。で、まあ、RTA 的な話をすると、まあ、この作品には、重要なバグが見つかってないので、自由な操作性とか重要なのが、はい、一面のボスですね。2体出てくるんですけれども、ボスについては、ビームをしばらく当て続けると赤くなるんで、その時に済みます。でもすぐに終わります。はい、一面終わりです。非常にスムースですね。そうですね。全然最初の開発しようと思ったんですけど、全然間に合わないやつ。はい、ちょっと二面入りました。二面の話してきます。途中からトロッコに乗ったゴーストが出てきます。で、このトロッコが線路上暴走していて、分岐点でどっちに曲がるかがランダムです。で、割とめんどくさいんですけど、で、トロッコに乗ったゴーストについては、ビームを当てて途中下車させたりとか、トロッコがまた行き止まりに来てしまうと勝手に消えて捕まえたことと同じになります。なんで、一瞬だけビーム当てて放置するっていう戦法が使えます。で、このゲーム重要な仕様があって、画面内に映ってないと敵動かないんですよね。なんで、例えば、トロッコに乗ったゴーストが画面外出ちゃうと、そっちの方向にスクロールさせて追ってあげないと、映らないと動いてくれないっていう。なんで動く敵を相手にするときはそういうのを考えないといけない。逃げられましたね。これ下の方まで行っちゃう。一瞬だけ当てて、ちゃんと消えるの待ってから上に、なんかトロッコ暴れてますね。ちょっと消えたり消えなかったりするんで、この部屋も結構危ないんですね。一応今回解説するにあたって、この1週間で3、4回ぐらいまではクリアまで遊んだんですけど、やっぱりこのあたりは結構というか、不安定というか、ランダムなところがあって、その名の通り事故が起きやすそうですね。はい、本当に事故が起きやすそう、事故起きやすいところですね。あと解説してないですか、これ。奏者さんの解説しましょうかね。今回走られている DNK ライオネスさんですね。スピードランドットコム上で、本カテゴリーで世界一の記録を持っている方ですね。で、スピードランドットコム上の、本カテゴリーの登録者数9名いるんですけど、日本のドーム使うっていうカテゴリーの人は日本人の方いません。名前がありません。はい。日本人奏者がいないと。そうですね。あ、ボス来ちゃいましたね。ちょっと特殊なボスで。はい。このボスちょっと特殊でして、A と B 同時押しで、ビームと捕獲器同時に出さないと捕まえれないっていうような、ちょっと、このゲームの中で一番、なんか変わったと捕まえ方しないといけない時でした。終わりでした。はい、3面入りました。スライムの移動がちょっとランダムだったと思うんですけど、なんか、そうじゃなかったりしてて、ちょっと自分の検証不足なところがありますが。このゲームはビームがちゃんと当たらないと、割とちゃんと当てないといけないところがあって、うまく当たってるのか当たってないのかっていうのは。はい。で、ここからなんですけど、下に進んで、右か左にどちらかに進んで、上に進むっていったような部屋構成6回繰り返します。ステージがもともと学校層のアパートがなんかの設定みたい で、そういうのもあって、同じような見た目のところぐるぐる回ります。で、ここから、忍者出てきましたね。危険な敵です。突然出てきて攻撃されるのが非常に危ないですね。突然、出てきて、一直線に切って、隠れるっていう感じです。中ボスは、あったところで倒せばいいです。あっという間に座りました。まだ危なかったですね。話してますね。点滅が刀の忍者なんですけど、点滅して出始めてから20フレーム後に当たり判定が出てくるので、まあ、基本的に重なるように出てこられたら当たっちゃいます。で、こういう事故も気をつけないとですね。そうですね、そういう事故もあるんですけど、出てくる位置わからないので。そこはありますね。で、また中ボスのドローンですね。さっきのが2体出てきます。真下に石球飛ばすだけなので、横からすれば倒せます。簡単に倒せます。で、ここから、手裏剣の忍者ですね。3発撃って、見えないと思うんですけど。この辺はありましたね。ここはちょっと、あとに、もう少し出てくるので、なんか終わったかなと思いつつも、追加で出てきたりするっていうのも、結構このゲームにあります、ね。油断してると当たって事故っていうことですかね。あります。
場所にもよるんですけど、大体枠位置が決まっていて、で、その上に磁気を置いちゃってると、いきなり湧いた敵に当たっちゃうっていうのは、ピンク色の飛ぶ敵ですね。この敵、移動経路固定なんですけど、先ほど言ったように画面に映ってないと動かないので、ちゃんと、映って、まあ、動く、まあ、それも考えて、吸っていく必要があります。それにしても非常に技前なスムーズで、はい、あんまり触れてなかったんですけど、2人目の相方はこの自動で動くので、でそこの誘導をミスってしまうと簡単に結構ちゃんと動いてくれるはするんですけど、それでも壁越しにビームを当てたりすると全然吸ってくれなかったりってこともあるので、なんでもう一回話しますけど、基本的には磁気の後ろを追いかけるように動いてきますけど、画面内にスタンした敵がいると、その敵が捕まえられるように移動してくれます。まあ、それで遠回りするって変な動きすることもあるにはあります。にしてもファミコンのゲームの方が味方 CPU の動きがすごくいい感じですよ ね, そうなんですよね。なんかファミコンの性能でここまで引き出してるのかなっていうのは思いますね。あ、でもなかなかファミコンでそもそも NPC とがすごい重要になるゲームってあんまり気がしないですけどね、はい。まあ、ハルケンの岩田さんってすごいプログラミングが天才的だったっていう話を聞きますけれども、やっぱり岩田さん関わってるのかなって思っちゃいますね。メインで指導していらっしゃるみたいなので、ちなみに発売された名前と、もういつも言ってた、基本説明したのですぐ忘れたんですよ。90年でしたっけ？そうですね、90年で。で、こっちのカービィまだ出てないんですよ、ね。ですね。で、はい。で、この頃に出てた、一応このゲームと同じタイミング、1990年の12月26日に、同じハルケンから、アドベンチャードロロ2が出てますね。すいません、その前後ちょっと、宇宙警備隊があったりとか、そのあたり、ちょっと買ってみたんですけど、忘れちゃいました。話してる間に、こう、なんかボスがあっという間に倒されてしまいましたね。ここはボスいないんですよ。今のところボスいない、演出だけで終わりになってます。そうなんです。変えて送りました。すいません。ラウンド4ですね。流れのある 赤いエリアです。この場所、まあ見た通りなんですけど、次期相方の動きに加速や減速かかるので、それも考えて動きとしてあります。で、物を投げてくるゴーストがいるんですけど、結構厄介ですね。一応正面に投げてくるような感じなんですけど、結構やられます。で、この隠れてるやつですね、なんか放物線上に弾を飛ばしてきてるような感じなんですけど、見た目通りの当たり判定してるので、ちょっと不思議なことになってます。この部屋見どころです。下の方に行くと、物を投げてくるコース2体が出てくるんですけど、それをうまいことすいます。これですね。同時水を狙った感じですかね。いや、このゲーム同時にすることはできないんですけど、連続で、まあ、スタント捕獲器を出すっていうのを2回繰り返して、一瞬で処理するっていうのをやってますね。次の部屋がおそらくこの隠れてるやつが大量に出てくるところかな。あ、大量に出てきますね。わー、これちょっと。あ、これ見た目通りになってますですか。なんかちょっと高さ方向にあるような感じなんですけど、ただ逆にこの動きしてるので、下にいると割と当たらなかったり、発射方向なんでもですよ。わかんないです。でもまあ動きは遅いので。安定してこうスムーズなのがすごいですね。そうなんですよね。なんか、パターン化は結構できるとは思うんですけど、でもちょっとずれただけでやっぱり、相方の動きに依存してきちゃうので。この部屋の次がボスですね。一面で話すのかな。
So if they throw something out, you're just, you have to get out, ありますね、of the way. ビームをゴーストに当て始めてからなんですけど、一定時間経過すると勝手にビームの発射止まる仕様があります。これちょっとラスボスの方で関係してくるので、はい、今のところはほとんど関係ないですね。ビーム当てたまま一応動きはするんですけど、あ、すいません、ボスじゃなかった、この部屋か。はい、この部屋はもう上の方に物投げてくるゴーストが出てくるので、それの処理になりますね。早い。はい、ここ左は、この後、進行方向がそのままこの上になっているので、ここまで進んで、スーっていう感じですね。で、ボスですね。で、ここのボスなんですけど、最初の3体もですね、近づくと炎を吐いてきます。出てきたところにビーム当てて、しばらく当て続けると倒すことができます。で、まあ、移動床が、この、あんまり言ってなかったんですけど、移動床のように見えるんですけど、止まってると流れの影響を受けないので。実はあんまり問題ないっていう。止まってると関係ないってすごいですね。止まってても、出てきちゃいましたね。これ終盤一度に2体湧いてきて、画面内4体になるんですね。これ、ちょっと、ちょっと近いな。位置が悪いね、これだ。ちょっとだ、ね、2回目。今、エクステンドは1回か2回してると思うんで、まあ大事だと思うんですけど。残り2匹ですかね。はい、最後ですね。最後の1匹、スワンとちゃんと吸います。動いて。あ、よかった。はい。割とあそこ、猶予がない、あんまりないので。完全に追い込まれてて、もうどうしようもなかったですよね。そうですね。最後ですね。ラウンド5ですね。これまでに登場したほとんどの敵、再登場します。ちょっと体感なんですけど、黄色の敵はピンクだったものよりもスピード上がってる印象ですね。で、ちょっと同じ、また分裂、うまくいきましたね。あれ、片方残すと分裂して、小さいのが5、6体ぐらいに分かれて、ものすごいめんどくさいことになります。それはめんどくさい。はい。It was definitely a fun run. It was one of our like two week challenge runs where we just take a game and もうこの辺りは待ち伏せして、逃げられた。で、ここ忍者まだ出てきます。どっかかな？はい、いいですね。操作さん、自分で解説しながら、こんなにスムーズに走ってるんです。すごいですね。操作さん、別のイベントで走られてる動画も自分確認したんです。その時は別の解説の方が結構喋っていて。でもそちらその話で、解説の方の話に相槌打ちながら走ってるって感じでしたね。この辺りの通常のゴーストはまだ物投げてくる。中盤の方に行くと物投げてこないのが出てくるんですけど、まだ向いてる方向に投げてくるとはいえ、ちょっと不安定な動きされると怖いですね。またここも。まあ、泣いてるゴーストは実はなんか、放物線上にちょっと高さ方向を持ったような感じで打って投げてたりするっていうのをさっき話すの忘れてましたね。まあ、ね、なるほど。一面のボスの再登場です。すぐ終わります。すぐ終わります。終わりです。ここまた3面に出てきたカボチャですね。この敵はそこまで、ちょっとなんか、Their aggro pattern is very strange because like on one hand they're kind of aggro to you. ちょっとビーム当たりがつきにくいとかそういう話をしようかなって思っちゃったんですけど、ビーム当たらないと本当話にならない。Kind of difficult to predict their movements, especially when you're just getting started in the run. But after you've had a little bit of practice, they're not too bad. A little scary at first.まあ、壁にいるトラップみたいなのもいるんですけど、これも当たると、当たるもちろん。反応しないですね。あれまだ相方がちゃんと動いてくれるというか、まあ、自分でどうにかしないといけない場面も結構多いんですけど。ある程度誘導とかもきちんとパターン組んでるんでしょうね。
そうですね。そうしないとすぐどっか行っちゃうので。あ、行きたい。はい、あ、そうですね。この忍者に行きたい。忍者に行きたい。で、忍者に行きたい。で、上から全部し、全部落としますね。ここ。ちょっと待ち時間です。で、ここは、投げてこないタイプのスライムが大量に出てくるところ。スライムじゃねえ、ボス、はい。結構移動速度速いので、当たらないと、ここでもやられ、こういうのでもやられちゃうことある。で、これこそスライム部屋、大量に出てきます。あ、そうですね、さんもナイトもやってますね。スライム湧きすぎですよ、これ。すごい出てきます。出てくる順番決まってるので、もう覚えればいいんですけど、覚えれば問題はないんですけど、まあ、やっぱり足元に巻かれるとダメっていうところがあるので。あ、はい、ですね。この辺は特に、一応この敵の弾は入ってくるんですけど、下方向にしか入ってこないの、入ってこない感じですね。なので、そこまで。そうですね、見た感じ。はい、はい、問題ない。はい、ここはもうはじ進むだけです。次、ボスの部屋です。はい、ラウンド5のボスです。3体になるように次々と分裂します。それを1体ずつ捕まえていきます。1体にビームを当てると、他の2体から、高速の磁気狙いでも飛んでくるので、怪獣を回避して、で、吸えるようになったら吸うと、ね。で、ちゃんと、相方の動きをちゃんと相方を誘導して、吸えるようになったタイミングで、すぐに吸うっていう動きになりますね。何体だったかな？結構ここ長いです。Trap. Now there is a mod out there. This game is only one player, which is really strange. There is a mod out there that allows for a two-player. これなんかキリがないような感じも見えますけどね。ああ、ちゃんと終わりはあるので大丈夫ですけど、長いです。Looking for a new runner to learn this game with me. What's nice about the one-player game is ゲームオーバーのこの再開がちょっと前から始まるっていう感じだったりするので、こういうところで。ゲームオーバーになってしまって結構めんどくさい。まだいますね。残り2体になったら、同じように片もあの1体ずつ吸っていきます。終わりかな。あ、終わりですね。分身の在庫が切れてしまいましたね。そうですね。で、吸って、これも最後も同じようにやって、終わりです。はい、ラウンド5終わりです。で、ラウンド6なんですけど、ラスボスのみですね。はい。ラスボスを倒して操作ができなくなったらタイマーストップになります。で、このラスボスなんですけど、途中で途切れてもいいので、ビームを当て続ければ倒すことができます。開幕はボスが出てくる前に当てる、ビームを当てることができるので、先制攻撃でビームを当てていきます。当たります。で、この後はいいですね。で、少し話したんですけど、ビームを当て始めてから一定時間経過すると、勝手にビームの発射が止まってしまう仕様があるので、ボスに近づけなくなる直前にビームを当て始めて、できる限りビームを当てて維持するっていうのが、時間の短縮に。あ、ちょっとあれはきつい。あ、今どうなんだ、攻めてるのかな。時によっては攻めたりし、あ、結構ギリギリまで近づいてる感がある。だいぶ攻め気味なんですかね。安定を取ろうとすると下まで下がればいいんですけど、下まで下がるとビームとビーム飛んでちゃうので。もう終わりました。終わりました。タイマーストップ。GG でーす。GG。いやー、鮮やかなゴースト退治でしたね。あ、早かったです。easily the best Ghostbusters game until you go to the Xbox. It's been a lot of fun. Shout outs to Mad Mega and White Hat for like the なんか宣伝等ありますでしょうか。このゲームについては変わったというか特徴的な作品だったと思うんですけど、繰り返し遊べるタイプのいいゲームだったのでよかったら遊んでみてください。ただまあ予想通りプレミアがついてて。
Amazon とか駿河屋見ると、箱節なしの中古ソフト6000円程度でした。ということで、よかった。運よく手に入れることができたら、皆さんも遊んでみましょう。そうですね、まあ。映画もセットで見るとより楽しいのかもしれませんね。自分見た方がいいかもしれないですね。はい。というわけで、ニューゴーストバスターズ2、解説はシャケケさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では、次のゲームの準備がありますので、私は失礼いたします。あと、ここで司会進行の方も交代になります。ここまではゼロ吉が担当いたしました。皆様どうもありがとうございました。では、失礼いたします。We have $10 by Namas, says, Hello Runner DNK, I remember this game as a young lad. It was so hard. Thanks, anyway, greetings from Germany and kill the animals. Bye. Or hype, sorry, I shouldn't say hype.